ヤマハ発動機の五郎丸歩夢選手が今日浜松市で引退会見を開きました後悔は一つもないとこれまでを振り返り今後の活動の場を明らかにしました32年間という長い日々をラグビーという競技を通じて多くの方々と出会い多くの仲間とともにプレーしてこれたことを本当に幸せに思っております 会見で五郎丸選手は、ジュビロで日本選手権を制したことや、2019年に日本で開催されたワールドカップにつなげるため、日本代表として出場した2015年のワールドカップで、責任を感じながらプレーしたことなどを振り返りました本当にあのすっきりした気持ちです、後悔も一つもないですし、次のステージへ向けて、また力を貯めようといった感じですね、今は。 今後は指導者ではなく、ヤマハ発動機がラグビー新リーグ設立に向け準備を進めているチーム運営会社に所属し、マネジメント面で活躍することを明らかにしました。次は選手としてではなくてです、ね、マネジメントの立場として、ラグビー界にしっかりと貢献していきたいというふうに思います。